はい、どうもねるです。さて今回はですね、2024年一発目にですね見させていただいたのがこちらです。ソータ×リエハタ Back on the stage from Dank ということでですね、まあこちら12月30日にね Dank YouTube チャンネルに投稿されたものなんですけれども、まだ見れてなかったということでですね、新年一発目として見させていただいたので感想を喋らせていただきたいなと思っておりますけれども、皆様ご覧になられましたでしょうか。マジで恋のダンスコラボ、あちーやばい、もう本当に震えるということでね、あの僕ですね、あの2日目のダンクにね行かせていただいていたので、現地でねこのバックオンザステージ、まあ出演者は違うんですけれども、バックオンザステージのねあのパフォーマンスっていうものは生で見させていただいたわけなんですけれども、やっぱ上がるよね、このなんかダンスというものだけでドームを沸かせている、いやーえぐいなと思いながらですね、ソータ君とリアータさんを中心に仲間たちと一緒に踊っている姿っていうのはね、やっぱこう熱いものがあるなというふうに僕はね感じましたけれども、まあ1日目の方ではですね、リルリーグの岡マトラ君のですね名前がビジョンにドドドン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 と映っておりましてですね、やっぱリルフレンズの私としてはキャッフォーって感じなんですけれどもね、特にやっぱマトラ君に関してはですね、まあお顔兄弟、まあマトラ君、琥珀君に関してはやっぱ思い入れが私ちょっとね、十二分に強いものでして、やっぱりねこうね目頭が熱くものが熱くなるものがあったなというふうに思いますけれども、いやーまあですね、こうソータ君とリアートさんを中心にですね、あのダンスでのびのびとドームで踊る姿っていうのはね、本当に最高のものがあったんじゃないかなと思っておりますけれども、構成としてはですね、ソータ君を中心とする、ソータ君とマーゼルを中心とするメンバーがね、最初ですね、踊ってまして、そこからリアハタさんチーム、ビーファーストとリアハタさんを中心とするメンバーでこう踊ってて、で、次にソータ君とリアハタさんで、踊って、ラスト全員で踊るみたいなね、流れになってまして、この流れもすごいね、うまいし、カメラワーク、本当にね、BMSG のカメラワークすごいよね。あのダンスの映像を撮らせればピカイチだと思いますので、でスカイハイさんもねあのいましたね。で途中マイク持ってね、バッ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 のところね、スカイハイさんも歌ってましたけれども、そこからですねスカイハイさんももう一緒にね踊ってましたし、本当にもうねなんだろう、のびのびとみんなが踊る感じがねすごい素敵で、本当にねいいなというふうに思いましたね。マジでバックオンザステージね、まあソータさんとね、リアータさんでね歌ってらっしゃると思うんですけれども、音源来ないんですか、まだねあの音源化されてないんですよね、こちらね多分2024年のどっかでね来るんじゃないかなと思ってますし、 MV とかね、まあ何かしらダンスの映像とかも来るんじゃないかなと、僕は作品がね来るんじゃないかなと思ってます。せっかくこんないい作品ですからね、まあいろんなね垣根を越えたなんかこうダンスコラボ映像みたいな感じでね MV みたいな感じで出るんじゃないかなと思っているんですけれども、どうなるんでしょうか。まあ本当にねダンクの中でもまあねあのやっぱりこうスカイハイ×ニッシー、そしてソータ×リアハタっていうのはまあ結構ね一大コラボだったんじゃないかなと僕の中で感じてますし、まあリアハタさんもすごいですよね、本当にまあねあのスワッグのクイーンっていうか、まああのラッパーとしてもね活躍されてますけれども、本当にダンス一つでここまでねやっぱりこう世間というか認知を得るっていうのはね、あの並大抵のことじゃないと思いますので、それとねやっぱりこう同等に踊るソータ君っていうのもねやっぱりすごいなというふうには思いますので、このダンスはね本当にもう最高ですし、ソータ君がねスカイハイさんの下でねやっぱりこうやれているっていうのがやっぱ良かったのかなと思いますし、やっぱこうダンスというもの、ダンサーという肩書きをのびのびとねこう使ってくれるっていうのはね本当にね、やっぱソータ君もね嬉しいんじゃないですかね、わかんないですけど、やっぱり自分のね能力というか力を認めてもらえる場所があるっていうのは本当にね誇らしいものなんじゃないかなというふうに思いますしね、スカイハイさんもそれをね思う存分やってこいというような感じでやられているんじゃないかなというふうに僕は感じているわけなんですけれども、いやーまあねダンク本当にまあダンスをねやっぱこう世界にということでやられていることだと思いますけれども、こういうコラボがねやっぱ熱いしね、えやっぱ今ダンクのね YouTube チャンネルで毎週土曜日ね映像を投稿されているわけじゃないですか、来るんじゃないですか LDH vs BMSG、 これ来ないわけないよね、
これやっぱ上がるとね、 YouTube 上に上がるとね、僕は激アツだと思うんで、僕は期待してますよね。僕はマジ期待してるので、もうそれが来た瞬間、僕は秒速の秒でね、感想トークで投稿したいなと思っております。見て投稿をね、もちろんしていきたいなと思いますけれども、まあ次のダンクね、いつ来るんでしょうか。まあ2024年やらないわけないし、2024年についてもね、スカイハイさんいろいろ考えてるみたいなことねおっしゃっていたので、まあ次なるフェーズっていうものですよね。次何をやらなければならないのかね、スカイハイさんおっしゃってましたよね。このコラボ、ダンスコラボみたいな走りが僕らであると。でそれが広がった今、僕らが次は何をやらなきゃいけないのかっていうのはもう見えているので、やりますよという感じでね、スカイハイさんおっしゃっていましたので、何が来るのかっていうのはですね、楽しみにしていきたいなと思っておりますけれども、改めてこのね、ソータさんとね、リアダさんのね、このね、まあ中心としたバックオンザステージのステージは本当に激アツでね、ドーム中が湧いたね、パフォーマンスだったなと改めてね、本当にね、やっぱ僕もね、やっぱ現地というか生でね、見ていた際にもですね、マジで盛り上がってたので、本当にね、やっぱね、このね、スキルの高さですよね、今のアーティストの方々、やっぱこう高いですよね。このダンスのスキルっていうものが、それのプラスアルファして歌って踊、歌ってラップできるわけですから、やっぱね、十分世界で戦っていけるんじゃないかなと僕は思っております。はい、というわけでですね、まあ、今回はですね、ソータ×リハタバックオンザステージフロムダンクのですね、映像の感想をね、喋っていきましたけれどもですね、皆様の感想もね、コメント欄にお願いいたします。でまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。